マッシュー・アーロン・ダスクは、カナダ・オンタリオ州トロント生まれのジャズミュージシャン。2007年10月3日、メジャーデビュー第2弾アルバム、バック・イン・タウンで日本デビュー。小さい頃から彼は歌手になることを望んでいて、7歳の時、トロントにあるストリート、マイケル、エスクワイア・スクールに入学し、11年間、通い続けた。当初はオペラやクラシック音楽を演奏していたが、 17歳の時、トニー・ベネット、サラ・ボーンの曲を聴いて以来、彼は音楽のスタイルを変えてしまう。そして、1998年、彼はカナディアン・ナショナル・エキシビジョン・ライジングスター・コンペティションで、655人の中でトップに立ったのだった。しかし、彼は家業を引き継ぐことになっており、その年、トロントにあるヨーク大学に入学、経済学を専攻することになる。 しかし、音楽に対する熱意を忘れられなかった。彼は、1999年、方針を変更し、ブファで、音楽、特に、ジャズやポピュラー音楽を学ぶことにし、そこで、彼は、オスカー・ピーターソンの指導を受けたのだった。また、彼は、奨学金を得て、2002年、ブファを卒業した。在学中に、彼は4枚の CD を作成している。 2004年11月、デビューアルバムトゥーショットをデッカレコードから発売する。その後も、ホリディーアルバムとなった Peace on Earth を2005年6月にリリースする。2006年、バックインタウンがキャピトルレコードから発売される。当初、プロモーションとして発売前に予約されたアルバムには本人のサイン入りのライナーノートが封入されていた。2007年、バックインタウンは 日本のポップミュージックラジオチャートで1位を獲得した。男性ジャズアーティストとしてのポップチャート1位到達は日本史上初のことである。ありがとうございます。